f w 1 8 7 f w 1 8 7ファルケは第二次世界大戦直前にドイツの航空機メーカーホッケウルフ社によって試作された総発戦闘機である当時正式採用されていた BF109 バイト C や BF110 よりも優れた速度性能を示したがドイツ航空省の方針で不採用となった1936年に フォッケウルフ社のクルドタンク技師は、駆逐機の第一号であるメッサーシュミット BF-110 に対抗する機体の開発を試みた。これが FW187 で、ドイツ空軍から3機の試作機の受注を得ることに成功した。FW187 は、単座創発で、ライバルである BF110 よりも小型、軽量でコンパクトにまとめられていた。 特に空気抵抗軽減に気を使った設計となっており、胴体の幅はパイロットの肩幅ほどしかなく、コックピットはかなり窮屈なものとなった。このため一部ケ器はコックピット内に搭載できず、エンジンなせる内側に取り付けられていた。主翼は細長い逆軽式であり、総発エンジンのラジエーターは半引き込み式になっていた。エンジンは 当初六百八十 h p のユンカースユも2百十エンジンを搭載していたが、量産機では千 h p の d b 六百を装備する予定だった。原型一号機である V1 は九百三十七年春に初飛行し、最高速度時速五五百二十キロメートルを記録した。これは当時の主力戦闘機メッサーシミット b f 百九バイトよりも早く、 操縦性、上昇力等も優れた性能を示した。しかし、ドイツ航空省では、総発戦闘機は重武装で、複雑以上の機体でなければならないということから、本機に対する態度は、冷ややかなものだった。その後1938年には、V1 が墜落事故を起こしたため飛行テストは中止されてしまった。フォッケウルフ社では、 本機の正式採用を目指し3号機からは複雑とするなどの改良を続けた結果、エンジンをチューンアップした u モ2 1 0 g に換装した原型6号機は最高速度時速 635km を記録した。続けて先行生産型の A-0 を3機生産し、BF110 との比較審査に臨んだが、すでに総発戦闘機は b f 1 1 2機種を統一する。 航空省の方針は覆らず、FW187 は不採用となった。先行生産型3機は、フォッケウルフ社のブレーメン工場に戻され、社のテストパイロットによって自社工場の防衛用に使われた。1940年から1年ほどはノルウェーに送られ、航空学校で訓練機としても使用されたが、その後、実戦部隊で使われる、 新型機のプロパガンダ目的で JG77 の駆逐飛行隊に配備された。現場のパイロットからの飛行性能や機動性、操縦性への評判は BF110 よりも良好だったが、RLM は間もなく FW187A をフォッケウルフ社に返却。 その後はまた自社工場防空及び他154の開発のための飛行試験に用いられた。ブレーメン防空戦に参加したテストパイロットのメールホーム技師は1943年10月8日の迎撃戦の際に FW187A で出撃し4発、重爆3機を撃墜後に撃墜され戦死したと言われている A-0 ありがとうございます。